さあ始まりました、サオトミルチャンネルです。今回の企画はですね、前回のタワー企画に引き続き、アゲインさんサプライズタワーでございます。今日1月20日は、リズエース二の丸ハヤト代表の誕生日なんですけれども、その誕生日に今タワーが設置してありまして、そのタワーはハヤトさんのお姫がやるんですけども、実はそれはハヤトさんのお姫ではなくてアケミさんのお姫がサプライズでするっていう、そういう企画になっておりまして、ちなみに何タワーかっていうのはスパタワーなんですけれども、なので、今アケミさんはね、そのハヤトさんのお姫がやるタワーのコール練習中なんですけども、そのコールが始まった瞬間にアケミさんのお姫が登場してサプライズが始まるということで、今回もね、またサプライズ企画大になってることで、今回も密着乞うご期待。甘いドリンクをね毎日飲んで、やっぱり具合悪そうにしてる
店員さん飲み方違うと俺もそう思います。まあね、あの俺は資源が必要価値があると思うので、やっぱりね、ただね、あの本当姫って性格悪いなと思って、ね、あのこの世の中で一番ね、めんどくさいのはツンデレっていうタイプなんで、僕を出し入れしてもらって、あけみさんと気に引くのやめてください。全然指名替えとかしてないんで、あけみさん、たま、ありがとうございます。指名替えとかないですよ。あけみさん、どっちやねん。あの、本当にね、あの、めんどくさい姫なんで、めちゃくちゃね、そばタワーとかね、ね、出汁だけにね、ボールを出汁に使ってもらったんですけど、お蕎麦は、皆さんにお配りするので食べてください。はい、おめでとう。